皆様こんばんは、 DJ あさぴこと朝香智子です。今晩この後5月11日の夜25時からあさぴのピアノプラネタリウム第6回の放送があります。今回のゲストはクラシックピアニストの小雨さんにお越しいただいております。クラシック作品にとって楽譜とは、作曲家が演奏家たちに自分の思いを告げる唯一のアイテムなのですが、それを日頃からとても大事にされている小雨さんと、演奏家と作曲家という観点からギュッと濃厚なトークをお届けいたします。今回ラジオの後、金曜日の夜にアップされるのは小雨さんが私から即興演奏を学ぶという動画になります。先出しで少しお見せいたします。どうぞ。あ、もしもし。あ、もしもし、小雨です。あ、小雨ちゃん、どうしたの？ちょっと降りて、ちょっと相談したいことができちゃって、お忙しい時にごめんなさい。あ、全然いいよいいよ。そしたらなんか顔見て喋れた方がいいかなと思うから、ズームを立ち上げるから、じゃあズームでお話ししましょうか。すみません、ありがとうございます。なんかはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。小雨ちゃん、どうもどうもどうした？なんか用事あるって、なんかさっき連絡あったけど。そうなんです、実は小雨、ちょっとクラシック専門で作曲が、苦手で、それで早苗さんの前都庁のやらせていただいた時に、私もなんかちょっとああいう風に発表とかできたらなとか思って、私でいいの？お願いします。わかりました。ちょっといっぺん聞かせていただいてもいいですか？さあ、この先は金曜日のお楽しみです。まずはこの後のラジオ番組をぜひお聞きくださいませ。それでは皆様、深夜25時にお会いいたしましょう。バイバイ。